せーの、おっす、作新太郎です。作新太郎です。今日はね、はい、最近ね、はい、軸、はい、ね、成長線を何回かやって説明してきて、まあ、とにかくね、まあ、こっちでは特にもうずっと、はい、このね、成長線の力でばっかり来てるんですが、はい、やっぱね、ずっと自分の中に通ってるっていう感覚と、ずっとね、上に釣るとかっていう感覚作って、で、まあ、体を緩めて立つっていう、立線とかね、基本稽古するだけでもそういう風にやってると、そういうのが、だんだんと感覚がね、はい、育って、分かるようになってきて、はい、それがもう元で、僕の場合は、なんか、はい、技がね、どんどんと、なんかなってる感じで、はい、で、それがあって、お腹が動く、そこの中から動くとかっていうのがあるんやけど、はい、でそれが結局その、過去にも言ったけど、立たせてる力とかね、はい、まあ、もちろんちゃんが立ってるのはもう、はい、もう半分以上ほとんど無意識に立ってる、まあ、俺もやけどね、はい、だからこの力がちょっと安江先生とか IQ をいただいたら、いつからかそれがなんか分かるようになって、はい、だからその立たせてくれてる力で体を緩めると、はい、それで勝手に心臓筋が働いて立ってるっていう感覚が分かってくれね、はい、でそのいつもやってるけど、はい、その立っててそのとつられてるつってる感じと、それで心臓筋がうまく働いてると、それを心臓筋を使うってやれば力がすごく出るっていうのがまず分かって、はい、で今度はこの立ってる、はい、勝手に働いてるね、はい、けど自分の意識を少し働かせてるからこう立ってられるんで、それこの立たしてるこのをポンとやめちゃうと、これが抜きになるっていうことなんだよね。で先週かその前かみんなで稽古しててね、はい、最近ちょっと、はい、違うところの場所を、ね、借りてる場所に、はい、こんなストレッチポールっていうやつがね、はい、置いてあって、最近それをみんなで背骨当ててゴローンと寝るようにね、はい、したら、その時にまあちょっと気がついてみんなに言ったんやけど、ダーンと力を抜いてても全身緩めてダーンと寝てもこの指だけが絶対に浮いてるっていう、この指をまっすぐベラッとしようと思うと力が入る。もうで手の力、指の力全部抜いても指はピッと浮き上がってる、曲がってるんですね。で、それがまあこの立ってる力の感覚と同じっていうか、だからこれこれで、これを普通はもう伸ばすとか曲げるって力を入れるしかできんねんけど、これが立ってる力とつながってるから、もその本当に最初の自分の筋力で立つとこの指の この力の圧全体が同じなんですね。だから、まあ、ガーシやったよね、指これ全部一緒の感覚だけど、親指一本、これ親指一本だけど、うわーつれ、まあ、こういう方が強くなるんですね、ガーンってやるよりもこんな感じっていうのが、このタッチをやってるとそのまず感覚が分かる、ね、だから列線とか基本稽古の時にもう本当に正中線を意識して稽古するし、作新棒とかでこうまた体を緩ませながらこう体操をやってやっていくとどんどん分かってくるね、はい、で、まあ、今度それでその今のこの力っていうよりは今度はその感覚が分かってくると内反地でやってる垂直落下、落ちるっていうのと、でこのツンって釣ってる感じでまっすぐ立ってると、この上半身と下半身がちょっと分離したみたいな感覚みたいなのもできてくる、はい、だからこの状態時に手を持たれてる、で、まあ、ジロちゃんはこの手の感覚とか重さを感じて、それなりに体必ず相手は反応するんですね、こうやって動かした。で、これを今釣ってる感覚をやめるんですね。このツンとちょっと入ってるのに、これでちょっと
行く。わかる？あれね、チューンと入れてるの、クッとやめる。カクッと入れる。これがね、最近の大会に行くわけ。だから、このツンとさ、上半身の多分、重さが少し行くんじゃねえかと思うね。はい、だから、下がると、その今浮いてる分が落ちて重さで伝わるけど、この立ってるのを垂直落下でドンと落ちると、あのその重さ下落ちた分の必ず反対の力が働くのね、はい、必ずじゃないとベチャッと下まで行っちゃうわけだから、はい、必ずで今立ってるのもそうね、はい、あの地球に引っ張られてる力だけやったら、はい、ずーっと沈んでいくけど、やっぱり上に引っ張られてる力もあるから釣り合ってこう立ってるわけ、はい、それがこう落ちたら必ずその引っ張る力も上の力もできるから、それも昔ちょっとやったけど、この垂直落下で落ちる、この落ちて、その反対方向の力が感じられるようになると、こういう手になるんですね。これが、体重がそのまんまここに行くわけ。これが少しでも自分が斜めとか、例えばひねったりとかってすると筋力が働くから、そうすると、あのその体を支えてる力、っていうのはもう消えちゃって、自分の筋力で体を支えることになるから、その重さはここに働かない。でもこのただあの最小限の力で立ってるのこう落ちると必ず反力が働くのがあって、それで手が上がると。これはもうこの手がもう完全に重たい手になってる。体重の重さが働く手になるわけ。だからもうその感覚、スワイショとかそんなんでこう手もダラダラっていう感覚を覚えて、でまあこれ感覚が分かってるから、このスワイショをやりながら、このここで垂直落下入れたんですね。そうするとこの手が超重たい手になってる。だからそれがあのそういうのが体の感覚で分かるようになってくる。でいつもいろいろ説明してるのは V でね、やっぱりいろいろそういう稽古、いろんな稽古をしながら、なんていう、仙骨とか大腰筋とかなかなか到達せんけど、稽古していくとだんだん自分の体の中が見えてくるので、だから今の垂直落下っていうやつ、これはその立ってる力を手でまっすぐ抜いて落としたっていう感じやけど、そこが感覚でいくと仙骨、例えば仙骨が働いてるっていう感覚だと、この仙骨を下へ下げていくっていう、そういう感じになるんですね。さっきのはトンと垂直落下するっていう、それは重さが出る。今度は仙骨を下げていくってやると、それに伴う深層筋が働くんで、この状態から仙骨を下げながら、うわっていう、まあ、またちょっと違う感じがする。で、そういう風になるし、もう今年はなんかどんどんよくなんか感覚がよく分かるようになったんだけど、この中の大腰筋ってやつですね。そう、これで例えばうね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 って下がる力、これもこの大腰筋でやるからね。そういうのも、もうだからね、そういうふうに使える感覚が分かってくるようになるのね。だからまずはこの正中線をちゃんと育てるっていうか、見つけるっていうかね、感覚が、はい、まあ、とりあえずそういう意識してれば絶対育ってて、はい、いつか分かるようになって、でとにかくその真ん中のその感覚、正中線の感覚だけを保ったら、あとはどんだけ緩められるかっていうか、もうとにかく緩めれば自分の使わない。だからもう自分で立ってるっていう感じがなくなるっていうか、本当に立たせてもらってるっていう感覚になるっていうかね。で、その状態的にはもう自分のほとんど使ってないから、だから自分の力を全部いっぱい使えるし、まあ、自分の力を使わなくてもこの立たせてる力っていうのが多分相手的に調和する力で、こういうふうにつながって入っていくんですね。こんなそんな感じになるっていう、ね、だから正中線をとにかく、まあ、意識してやるのが一番じゃない。
れかなって思うね。はい、まあそんな感じで、はい、何の説明もあったんやけど、まあよくわかんないけど、はい、まあとにかく成長性で、はい、お腹から湧くっていう感じでやるっていう、はい、まあそれで内反地ね、うん、やっていくと、はい、めちゃくちゃ変わりますから、ぜひやってみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。何言ってるか全然わからない。